ドーラのこれを作ったまあ元夫というか元それは飛行機的にありえないというようなことで,人工筋肉を電気で動かしてるんですね。死んだカエルの足をですね電気を流すと動くと発見カエルの死体と電極が書いてあるっていう嫌、ね、な肖像画が後世に残ってしまってるんですけどもですね宮崎駿はすごい奥深くて面白い SF 的な世界を作り上げてる。 では、1つ目です、ね。タイガーモス号からいってみましょうタイガーモス号っていうのはこのドーラたちが、えー、自分たちの基地にしているこう船ですね全長40メートル弱ぐらいだそうですこれに関してねあまり図面とかがないんですってでちゃんとした図面はなんかあの味の素のにです、ね、ラピュタというドリンクを作るときになんか宮崎駿が何とか考えたやつなんですけどもここの部分ですねこのプロペラは40反転プロペラになってますかなり複雑な機構 ラピュタの世界のほとんどが石炭による蒸気機関に対してこのドーラの船タイガーモス号はこの部分にガソリンエンジンを積んでいてそのガソリンエンジンを回転させることによってこの4つのプロペラがそれぞれ反対側に回るめちゃくちゃ複雑な機構なんですね。でこの プロペラ、左右のプロペラっていうのは推進機関というふうに思われるんですけどそうじゃないこれっていうのは羽を上下に傾けることによって垂直上昇とかする時ですねあとこの羽のピッチを逆向きにやって方向を急に変える時に使われるというそういう設定になってます。かなななり複雑なメカなんでですけども、ラプターではです、ね、パズーが、 この爺さんのとかに連れて行かれた時にです、ね、後ろに前、やっぱり巨大な歯車とかあります。で、パズーも一瞬で仕掛けを見て仕掛けが分かって、パズーは機械の勘がいいからですね、えー、あっという間に修理をするのを手伝えたと、これぐらいのテクノロジーです。ただ、今言ったですね、羽を動かすからですね、プロペラを回す、40反転プロペラを回す、上下プロペラを回す、すべて1個のエンジンでやってるんですね。なので、めちゃくちゃ動力伝達が複雑です。動力伝達が複雑っていうのは、 これね、産業革命時代のですね工場ではもうありがちなことなんですね。この絵を見てください。このこれ動画なんですけども、これはですね、その当時のですねあの工場の典型的なですね大規模工場の風景です。で、えー、上の方に向かってベルトが伸びてますね。このベルトっていうのはあの天井に1つシャフトがあって、このシャフトが工場の外にあるエンジン、蒸気エンジンに繋がって、そのシャフトが高速で回ってると。で これがベルトによって各女性の手元のです、ね、旗折り機のところへ伝達されて動力が伝達されてそれで旗折り機が動くんですねつまり女の人一人一人の前に旗折り機っていう機械はあるんですけれどもです、ね、その動力になっているのは外に置いてある蒸気エンジンなんですね、えー、もうちょっと具体的な写真がです、ね、イギリスのランカシャーに残ってますこれですねこれはイギリスのランカシャーのですね紡績工場ですね旗折り工場の写真 こんなな風になってるわけですね。上の方に巨大なシャフトが回っててで、えー、それをベルトで駆動するとだからその宮崎駿のメカこのラピュタの中に出るメカには歯車も出てくるんですけどもよくよく見てみるとこういうプーリーとかです、ね、あとベルトっていうのもよく出てくるんですねで、えー、パズーがです、ね、この蒸気機関のところに行ってよしこれ手伝ってくれってやってる時に切り替えギアの切り替えってんですあれ全部クラッチの切り替えなんですね あのタイガーモス号というのは当時の蒸気機関にしてはかなり複雑な動力伝達をやっているというのが分かります,です、ね。で操作は全てこれこれでわかるとおりですね例えばエンジンルームでやっていてでおそらくプロ,ペアプロペラの動きの切り替えとかプロペラの根元であったりそういうふうなところでもう機械的にこの歯車をこっちへやってこのベルトをこちら側に入れ替えてっていう。 皆さんの自転車の後ろのです、ね、5段式ギア切り替えでベルトがあのチェーンがガチャガチャガチャって組み替わるじゃないですかあんな感じでやってるんですよなのでドーラたちがいるブリッジですね頭のとこにあるブリッジではですね電線管で命令してるだけなんですねドーラたちはあそこであくまで電線管でこういうふうにしろああいうふうにしろというふうに命令してるだけであってです、ね、動かし方は全て現場でやってます捜査は現場っていうのもやっぱり19世紀末にすれば最先端の思想なんですね これがまあ後にオートメーションシステムとのを生んでいくような流れになるんですけどもまああのここまでは SF というよりも冒険者のまあメカなのであんま SF ではありませんちなみにですねタイガーモス号はちょっとこれ蓋が今爪で開かないんですけども 後ろ側ですね。船体の向かって後ろ側に、フラプターの発射口があります。発射口というか飛び出し口があります。これは、あの、機動戦士ガンダムの絵の嫌味です。ガンダムではですね、ホワイトベースとかですね、あと、あの、ジオンのですね、土台、土台じゃなかったな、あのガウ攻撃空母と出てくるんですけど、全部ね、あれね、前から出るんですよね。で、それは飛行機的にありえないっていうようなことで、宮崎駿が、そんなことがあるはずだね、あんなもん全部後ろだっていうふうにやって、後ろでやってるというですね、微妙な嫌味をこういうところから、 これ <laughs> 見るえー、ということでですねまずラピュタの中に出てくるメーカー SF として見るとタイガーモス号はギリギリ冒険者レベルなんですねでは次ですフラプターはどうなんだろうかと羽一個取れちゃったよいしょはめるだけなんですけどね。フラプターはですねこれあの人工筋肉を電気で動かしてるんですねなのでまあ半分だけ SF ですえー、手回し スターターで、ここのところでクランクでぐるぐるぐるっと回して、エンジンを動かしている描写があるので、なんとなくレトロな印象があるんですけども、あの発電機で電気を生み出している思想は、実は当時にしてもかなり新しいです。実はあの、モーターより発電機の方が先に発明されているんですけども、モーターの発明自身は、ね、1873年のウィーン万博というのがあって、そこで,です、ね、発電機になんかこう、 展示会の時にですね技師がつなぎ間違えて間違えて発電機に電気を流した瞬間に発電機がウィーンって動き出したから「えっ!」っていうことでモーターというのが発見されたというような事故があったんですけどもそういうですねあの発電機とモーターの関係をドーラーのこれを作った、まあ、元夫というか元愛人は知らなかったのでですねエンジンで発電機を動かしてその発電機の力で 人工筋肉を作動させて動かそうというふうに考えたわけですねこの考え方はもちろんですね18世紀の終わりのイタリアのです、ね、お医者さんにして物理学者のガルバーニの発見によるものです。死んだカエルの足をを、ね、電気を流すと動くとと発見っていうことで,です、ね、ガルバーニのこれ有名な肖像画なんですけども <laughs> 肖像画にですね「カエルの死体と電極」が書いてあるという嫌な肖像画が後世に残ってしまってるんですけどもですね。 <laughs> えーですね、これはもう本当に大センセーショナルな発見で当時でもヨーロッパの高級サロンではスポーツとか芸術の話題と同時にこういう科学の話題がもてはやされたと。 ですけれどもです、ねこれを、このガルバーリンの論文を読んで新聞記事を読んだバイロン教ですねあの当時の詩人として有名なバイロン教はです、ねえー、友達で駆け落ちしてきたパーシー・シェリーという男とでその男の彼女をですね16歳わずか16歳の,あの婚約者のメアリーという女の子と3人で,です、ねまあ、もう1人いたんですけどもスイスのレマンコのほとりの別荘にこもってこれすごいじゃん,なんか俺たちでこれ小説にしようぜって言ったらおみんなで書こうみんなで書こうって言ったんですけども結局書いたのは。 メアリーシェリー・ーシェだけで。そのメアリー・シェリーが後に書いた「電気で人体が動く」という小説がフランケンシュタインだというのが、まあ、これはまあ1年半前ぐらいに話した通りですここまでまたまだこのフラップターも僕ら現代人で理解できるですね歯車やシャフトでできているメカなんですねだから SF っていっても、まあ、この人工筋肉あたりからそろそろ SF になってる SF としてのラピュターですジブリ作品の中でいい女のヒロインは誰えっ、ー ジブリ作品にいい女なしでしょうんいるシータあんな声出してんだよパズーだよあんな声男の前にしか出さねえに決まってんじゃんドーラさんドーラさんいいかもね俺あの「ラピュタ」の番外編で「ドーラ青春アニメ」っていうのがあったらすっげー見たいけどねドーラ18歳とか19歳あたりの頃の多分あの海賊船のもともとあの 初代の海賊船の飛行船を作ったおっさんっつうのがいるはずなんだよああやっておっさんっていうのでそれとどういう関係だったか分かんないけどそれの大恋愛盗賊者が見たいよなあの機関室にいるあのおっさんが結構イケメンだったという設定にしてほしいよ、ね、岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございますぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく